はい、どうも、ふえです。さらしゃらしゃら今日はですね、ギター講座やっていきたいと思います。今日は、前の続きですね、ジ・アルフィの Just Like America の、ギターソロと他のところ。一応ね、この動画3つ目、この曲の解説3つ目になるんですけども、1つ目で前奏、2つ目で A、B、サビ、A メロ、B メロ、サビの解説させてもらってますんで、こっからですね、一応ギターソロと、あとまあ他のね、A、B、サビ、ワンコーラス目で出てこなかったところとかをですね、細かくちょろちょろ拾っていきたいと思いますので、こんな感じでね、いつもギター講座とか、アルフィーとか、青葉いちこさんとか、サウンドフライズの動画のギター講座とか、あと演奏してみた、歌ってみた、ミックスオリジナル曲とかやったりしてますんで、他の動画よろしくお願いします。ではちょっとね、まず最初にね、ギターソロの方からちょっと弾いてみたいと思いますね。ではやってみましょうか。という感じになりますね。結構でもね、今みたいな感じ弾いたわけですけども、ライブによってですね、間にいろんな音が増えたりとかしておりますので、とりあえずこれは CD のバージョンに最も近いと思っておいてください。ではちょっと簡単に解説していきましょう。まず冒頭ね。ここはかなり早くハンマリングして、かつビブラートをかけますね。で、この次が、ここはピッキング1回で3回音を鳴らしますね。まずここで、1弦で、さっきはまず7フレットから9フレットにハンマリングしたわけですが、この時点で、7フレットと9フレットを薬指と人差し指で、もう押さえたままにしておきましょう。で、薬指はプリングオフ。ピッキングと同時にプリングオフ。ここから人差し指を1フレット 5フレットまでスライド。で、この後薬指をまたハンマリング7フレットに。となると。で、この次は。ここはまたハンマリングじゃない、プリングオフですね。1弦の5フレットを薬指でまた押さえて、3フレットに人差し指を置いといて、プリングオフして、さらに人差し指でプリングオフします。で、次にすぐに2弦の3フレットをハンマリングオン。まあ、ピッキングもしてると思いますが。で、この人差し指の2フレット、3フレットから5フレットにスライドして、ビブラートをかけます。ここはちょっとね、クォーターチョーキングっていうんですけど、ちょっと音を高くして、ビブラートを結構早めにかけます。という感じですね。で、この後6弦の、次のところ行きますか。まず6弦を開放で弾くと。ズーン。で、2弦の2フレット。で、2フレットちゃうな。2弦の3フレットを押さえて、2フレット押さえとでプリングオフ。ズン、ズン、チャラー。で、また3フレット、2弦3フレット弾いて、そのまま1弦開放を弾くと。で、また、2弦弾いて、プリングオフ。基本的に最初からそうなんですけど、ピッキングは右はずっとオルタネイト。オルタネイトというのはどういうことかというと、リズムのザカチャカ、一拍、タッ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 タってやるとしたら、タッタ、この表拍子、タン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 が表で、タンタ、タッタ、タッタ、タッタ。
この間に入ってくるのは裏ですけども、表をダウンピッキング、裏をアップピッキング、これが基本的に決まってます。まあ、この場合8部で考えますかね。タカ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 やから、16部の表と裏で考えるということですね。うん、タンタン。となるわけですね。どこまでいったっけ？ここまでいったかな。で、次がもう一回2弦の3フレット2フレットの、ピッキングからプリングオフを行くんですけど、ここでちょっと遠いんですけども、3弦5フレットを弾きます。小指で弾きますが、坂田さんはおそらくひょっとしたら薬指で弾いてるかもしれないですね。で、次1弦の開放を弾くと。で、3弦を2回弾く。フレットでちょいチョーキングを入れて、この時一応ですね、5弦の2フレットに人差し指を添えておく。で、音的にはね、トントントンなんですけど、ここでラ開放になるとちょっとおかしいんで、となるとちょっと通してみましょうか。ゆっくり、で次につなげるわけですけど、このドンドンドンの後、ラグによってはとか、この12フレットのハーモニクスを入れてたり、もしくは普通に開放を弾いちゃってたりするみたいなね、入ってたりもしますが、ここはもう気分というかね、やりたかったやってくださいと。で、次がたく一緒ですね。なので前半の方ね。前半はタツタツタツタン、タツタ。ここはまあ1弦のカッティングみたいなんですけども、2弦の3フレットで。右手がダウン、アップ、ダウン、ダウン、あ、ちゃうちゃう。この時にね、僕はボディにこのコーピックを構えた後、ここら辺をボディに当てて、キレをこう、なんていうんですかね、こう、右手が行ききらないようにしてる。こう叩いて、やるんですけども、
高崎さん、おそらくここら辺をこう、上手に、こうやるとあんまり、歯切れが良くならない。っていう感じでやりますね。ダッサッサッダーン。で、テンテンテン。ダンテンテン。これは僕が3弦で弾いてますけども、3弦5フレット。5フレットから4フレットにプリングを落として、また5弦弾いて、5フレット弾いて、7フレットをスライドして、もう一回ピンキングをする。という感じですね。という感じになりますね。とりあえずこれでソロができましたと。で、ちょっとじゃあ他ね、前奏、メロディー、サビではちょっとできなかったというか、ちょっと違う部分を一個ずつやっていきましょう。何が違うというか、まず2番のサビ終わりですね。まずだから誰もが同じ顔、1番はなのさーって前奏に行くわけですが、2番のサビ終わりはここででーが終わると。ここは C です。 C でで、また D、まあ、ここはこれだけなんで、 C はここのね、10フレット 4,5,6 弦制覇でいけるんでやってもらって、で、あと次は、トゥルトゥトゥトゥルール、トゥルトゥトゥトゥルのところですけども、ギターはこうです。ここからギターソロ入るわけですね。ちょっとまあ、簡単に言っていくと、まずチャルチャチャチャララっていうリズムで右手は変わっています。ここは、こことこれの繰り返し、これの繰り返しですね。1、2弦で、1弦が5フレット、2弦7フレットのところと、1弦4フレットと2弦5フレットのところ、これをチャラチャ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 ここまでほぼ一緒ですね。間の G のところはまた例によって4,5,6 弦の、4,5,6 弦の5フレット制覇とやるだけと。で、チャラララッタンところは僕 C、G、C やから、てっきり。で、あと思っとったんですけども、坂崎君、この辺から手が全然動いてないんで、今日見たところおそらく。簡易的な CG みたいなのをおそらくやってると思いますね。おそらくは、1弦2フレット、2弦3フレットと開放開放の繰り返し、ね、からギターソロへ行くと、に行くと、あと残ってんので言うと、この直後ですね、激しく風に抱かれてんところから、あっこはね、伴奏はジャンジャン、ジャンっていう感じで、こう、アクセントあるところだけ弾いてる感じですけど、アコギは、こう、ずっとリズムを刻んでますんで、ちょっとそこまでやってみましょうかね。よっせー。
という感じになりますね。まあ要するに C、D、F、C、D。まあこれを繰り返すだけですね。まあこの押さえ方はさっきずっと出てきてるんで、まあ省いときますね。これで全部いけたんちゃうか。あと最後のあれね、ラスサビの。最後のところだけね、この辺で制覇してるんが見えたんで、おそらく12フレット制覇して D で終わってますね。の終わり。最後のオーラスのところですね。まあ、こうやってると思います。これでおそらく全部いけたよね。っていう感じですね。これで一応ワン、ツー、スリー見てもらうとフルコーラス弾けるかと思いますんで、では、やってみてください。では、ありがとうございます。夢が君を連れて行くよ、ほら来て。